村松修司選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。平和島2回目ですけれども、前回もね、優勝して帰られましたけれども、相性はいいですよね。そうですね、はい。今シリーズ手にしたモーター、57号機調整の方も順調でしたか？そうですね、本当に素性が良くてポテンシャルを感じるエンジンでした。はい、どのあたりにこうポテンシャルを感じるなっていうのは特に挙げられるところありますか？やっぱり出足中心にすごくいいので、うん、はい、そこですね。天気の変更などもありましたけれども、そのあたりは気温などの対応はいかがでしたか？こうちょっとずつ外しながらでも前に押してくれるようなエンジンなので、はい、そこは安心して調整できました。はい、じゃあ今日も気温上がりましたけれども、調整に関しては大丈夫そうですかね？はい、まあしっかりまだ乗ってないんですけど、うん、乗って微調整して合わせていきたいと思います。はい、スタートですけれども、見え方はいかがでしょう？まちまちですね。うん、はい、行き足がちょっと不安定だったりすることもありますか？行き足は問題ないんですけど、うん、自分のその勘というかそういうところを修正したいですね。今日もしかしたらちょっと動きなんかがあって深くなりそうな気配もありますが、そのあたりはいかがでしょう？まあ調整はしっかりして挑むだけだなと思ってます。伸び返す足っていうのはありますか？ないんじゃないですかね。そこまで感じたことはないって感じですか？はい、はい、さあ、それでは、トーチ初優勝に向けて一言意気込みをお願いいたします。はい、気持ちはしっかり入れていきます。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして2号艇沖悟選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。本当に平和島好相性という感じですけれども、ね、ですね、はい、はい。準優勝戦振り返ってみて、改めて、船足の方は特徴何かありますか？ね、乗り心地がちょっと悪かったんで、うん、その辺をちょっと求めてペラ調整。乗り心地の部分が解消されれば、足の方はどんな雰囲気ですか？多分全部良くなると思います。はい、もう優勝戦のメンバーの中入ってもいい状態？そうですね、そんなに引け取らないと思います。あ、そうですか、はい。スタートですけれども、今シリーズ見え方いかがでしょうか？昨日数字的には言ってるんですけど、はい、本人は分かってないですね。あ、そうですか、はい、コンマ13でしたよね。はい、はい、まあ、フライング1本持ってる中でのシリーズですけれども、はい、全速でいけたぞっていうレースもありましたか？はないです。あ、はい、ちょっと様子見ながら、はい、あ、それでも一気にまくっていきましたかね、昨日ね。昨日ね、うん、人がみんなが遅かったんでラッキーでした。はい、また見せ場を作っていただきたいと思います。意気込み一言お願いします。はい、2コースからさせるように頑張ります。応援してください。ありがとうございました。続きましては3号艇です。はい、渡辺雅史選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。これで3連続優出中と。そうですね、リズムはいいと思います。はい、船足の方は昨日準優勝戦いかがでしたか？良かったと思います。はい、出足がちょっと落ちたというシリーズの半ばあたりにコメントもありましたが、そのあたりも準優はちょっといい足に戻ってました。あ、そうですか、はい、はい。じゃあまた今日も調整の方を。そうですね、楽しみだと思います。はい、スタートの見え方なんかいかがでしょうか？遅いなりにまずまずだと思います。はい、昨日は宮地選手と接戦なんかにもなりました。まあ、あのあたりもう。そうですね、足の分、出足の分がいいんで勝てたと思いますけど。そうですか、はい、はい。優勝戦まではまたじゃあプロペラの調整などを。そうですね、はい、はい、それでは意気込み一言お願いいたします。優勝目指して頑張ります。ありがとうございました。続きましては4号艇です。上本裕樹選手です。はい、どうもございます。はい、さて、昨日の準優勝戦振り返って船足の手応えはいかがでしたでしょうか？そうですね、もう引いた時だけですね、感動したのは。実際乗ってみてもう全然大したことないんで、はい。まあ、ファンの人もね、体重が重いけんやろと思っておられると思いますけど、僕もそう思います。ちょっと良くなりそうだなっていう気配とか。でもね、もう前回からもう利根さんとかも久田さんとかもそんなに変わらないような感じだったんで、もう全然19号機のね、もうパワー発揮してないですね。じゃあ今日もまた優勝戦までは。
もうね、予選道中もね、チルトとかプロペラとかセッティングいろいろ変えたんですけどね、なかなかそのいいところが見つからない状態でここまで来てますね。もうちょっと探ってみてという感じになりますかね。そうですね、まあ他の何かちょっといろんなことを考えたいと思いますけど、はい、上本選手もね、前節優勝してリズムの方は、あ、久しぶりなんで平和島の水面のイメージはいかがですか。いや、あんまり好きではないんですけどね、はい、まあ優勝してないところなんでね、あと4条のうちの1条なんで、したいのはしたいんですけどね、はい、ではそのあたりの意気込みも含めてファンの皆さんに一言いただけますか。決して19号機で買わないでください。ありがとうございました、はい、続きましては5号艇宮地選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます、はい。昨日の準優勝戦振り返って、はい、ご自身としてはいかがでしたか。まあ、痛恨のスタート遅れでしたね、はい。あの辺はお腰からもあっていう感じでした。そうですね、ちょっと回転上がってなかったですね。そうですか、はい。あのシリーズの中で一番良かったレースっていう、はい、3日目12レースの時は一番良かったですね。あ、はい、あの雨も結構、そうですね、雨でちょうどいい感じになってて良かったです、はい。その時は船足の方はバランス的にはいかがでしたか。まあ、全部良かったですね、はい。そうですか、はい。今日は5号艇ということですけれども調整の方は、まあ、とりあえずちょいちょいペラ叩きましたけど、それくらいですかね、はい。足のバランス伸びに関してなんかはいかがですか。多分一番いいぐらいと思うんですけど、はい、はい。それでは意気込みを一言いただけますか。まあ全力で船券絡めるように、まあ、いい配当も出せるように頑張ります、はいはい。ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。それでは最後になります、地元東京熊谷直樹選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。拍手も起こりましたけれども、はい、ありがとうございます。昨日の準優勝戦振り返っての船足の方は状況はいかがでしたでしょうか。そうですね、もう足はだいぶ仕上がってて3日目ぐらいからちょっとペラ大幅に叩いて感じ良くなってると思います。じゃあもう船足に関しては、はい、平和島はもう全然最近ここ何年かあんまり出たことがなかったので、まあ、いいエンジンも引かなかったんですけど、今節は本当に久々に出てるって言えるぐらいいい感じです。じゃあレースしてても気持ちよく。そうですね、ただ枠が遠いんでね、うん、なかなかコースも取りに行くのも難しいですけど、まあ沖がなんか勝手に2コースから行くつもりでいるみたいなんで、ちょっと邪魔してやろうかなと思いますけどね今日朝沖選手の隣に船が置いてあって、あ、いや、たまたまですそれは、はい。本番も俺の隣に来るのかなって沖選手言ってましたけど、あいつの内側につけてやりたいぐらいですけど、ね、まあ、それは本番で、はい、ね、まあ、できるだけ頑張りたいと思います、はい。スタートの見え方は今シーズンいかがでしょうか。タイミング的には決まってるんですけど、まあ、どっちかというとちょっと置きに行ってる感じなんで、ちょっとバチッといけてないですね。ただバチッといけてない割にはスタートして伸びてってるので、まあ、これでバチッといければまあ、面白いいい展開になるんじゃないかと思ってるんですけど。なるほど、はい。それでは意気込み一言お願いいたします。6号艇ですけども精一杯頑張りますのでよろしくお願いします、はい。ぜひ応援のほどね、よろしくお願いいたします。